日本鹿児島県薩摩仙台市運動公園町。運動公園町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧川内市運動公園町。郵便番号は3030 30番地は895-0214。その他の区域は895-0077である。全域が、薩摩仙台市運動公園の区域であるため、人口は0人、世帯数も0世帯である。 運動公園庁の全域に広がる、薩摩仙台市総合運動公園については、薩摩仙台市総合運動公園を参照。薩摩仙台市の西部、川内地域の東部に位置しており、川内川と高城川の間に挟まれた、大地上にある。阿佐駅の東半分は、高城町、西半分は、中郷町にそれぞれ接している。全域が、 薩摩仙台市運動公園の区域となっており、南部には中郷栄が所在している。また、地域の中央部には、薩摩仙台市道勢の岡丸山線が東西に通っており、高井町を通る国道267号などと接続している。2000年8月1日に、川内市高城町及び中郷町の区域より、分割され、川内市の町、運動公園町が設置された。 同年8月4日にサンアリーナ仙台の竣工式が行われ、翌月1日に総合運動公演の共用開始された。2004年10月12日に、川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古式村、上古式村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町、地については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の大技となった薩摩仙台市総合運動公園は鹿児島県薩摩仙台市運動公園町にある総合運動公園施設は薩摩仙台市が所有しており二0 1年から 有料施設に関しては、薩摩線大市民町づくり公社が、指定管理者として運営を及び管理を行っている。敷地の南側の地下を、九州新幹線の高城トンネルが通過している。中郷池付近の航空写真。上池は、運動公園町、下池は、中郷町に属している。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成運動公園庁には住民が居住しておらず、公立の小中学校に通学する対象の児童、生徒がいないことから学区は指定されていない。ありがとうございます。